え皆さん今日はですねボイストレーナーの私が皆様の、まあ、歌い方のコツというんですかね、えー、非常に単純な形でお届けしたいなということでですねいくつかお届けしたいと思うんですけれどもほとんどの方がねボイストレーニングをやったりそれから歌を歌ったりする時にね聞くことがあるでしょう腹式呼吸というね まあこれは実際、えー、たくさん空気を使って声を出しに行った方が高い音、えー、伸ばす音がきれいに出せるわけですけど、じゃあ、福祉呼吸って一体どうするんだと、いろんなので調べるとね、角膜を下げるとか、ね、なんかこうおなか周りに浮き輪があるような感じで、ね、そこに空気入れましょうとか、人によっては足の下の方まで空気を吸う感じでとか、いろんなこと言いますけど、全部イメージ。 しかも体の中のことですから横隔膜がどう動いてるかなんて誰も分からないわけですよ外から見てで私は16年7年こうボイスレーナーやってきてですね皆さんに一番分かりやすい福祉呼吸のやり方を、えー、6文字 <laughs> 6文字はい6文字でお届けしようと思いますいいですか簡単ですえ福祉呼吸やるときはもうこれだけ肩を 止めるはいもうこれだけ皆さん意識してもらったらいいです。横隔膜とかね、えー、お腹にするとか、そう,そういうことは寝っ、ね、転がるとか全然いらない。肩を止めて吸えば、勝手にちゃんと入るべきところに入りますので、鼻からでも口からでもどっちでもいいです。吸えれば。肩さえ止めていれば、福祉呼吸皆さんできますので、ぜひ試してみていただきたいと思います。歌の中でもそれをやりながら歌えば。 たくさん空気が入るようになりますので絶対改善されてきますから肩を止めるイコール腹式呼吸と覚えて皆さんやってみていただけるといいと思います。